乃木坂46の秋元真夏が11日、自身がパーソナリティを務める、卒業アルバムに一人はいそうな人を探すラジオサンデー、文化放送、毎週日曜夜7時から8時、においでーん。今年の漢字1文字を明かし、その理由を語った。秋元真夏、今年の漢字1文字は、まく、この日、リスナーからの、昨年までの今年の世相の漢字1文字が何だったのか覚えているか、と質問が届き、秋元が自身を表す今年の漢字1文字についてトークを展開。バル、秋元は、毎年年末ぐらいになると、1年を表す漢字なんですか。ってどこかに何かしら書いてると思うんですけど、今まで何書いたか全く覚えてなくて、と昨年までの今年の漢字1文字を振り返り、来年の今頃には1ミリも覚えてないんだろうな、と言いつつも今年の漢字1文字を発表することに、私の個人的な今年の漢字1文字は、まく、です、と明かした。バル、秋元真夏、今年の漢字、まく、二つの理由明かすまた、なんでこれにしたかっていうと、私この一年で忘れられなかった瞬間が明確に一個ありまして、と話した秋元は、日産スタジアムで5月にライブした時に1日目が私がステージに一人で出て行って、開幕宣言したところから始まったんですよ。と5月14日、15日に神奈川県、日産スタジアムにて開催された、乃木坂46 10th year birthdayライブでの様子を語った。バル、秋元は、その直前までどうしたらいいかわからないくらい緊張していたはずなのに、ステージのドアがパッと開いた瞬間にファンの皆さんが見えて、あんなに広かったはずの会場7万5000人も入るんですけど、その会場に私たちのことめがけて見に来てくれた皆さんを見た瞬間にその緊張がなくなって、すごい嬉しさと高揚感の、なんて言ったらいいんだろう、って感情になって、その、幕、開けっていうのが忘れられない、と嬉しさのあまり緊張が吹き飛んだ瞬間を明かした。さらに、秋元は、年末12月31日で斉藤飛鳥ちゃんの活動が終わるっていうことで、卒業するっていうこともあって、またこの乃木坂46、何個幕を開けて閉じたかわかりませんけど、大きな幕がまた閉じるのかなっていうことで、と一期生の斉藤が卒業することで新しい乃木坂46になるだろうと二つ目の理由を語った。